ただきます。いっぱい入っとるよ。何も入ってない。何個入っとんの？1、2、3、4、5、6。もっと入っとるよ。これ何？この黄色いのさつまいもだよ。知ってるよ。あの好きなんでしょ？うん。5番目。え？一番好きって言ってたのに。そっか。下にいっぱいある、僕。7個ぐらいはある。本当だ。味薄い？何の？ご飯。薄かったら、あのね、塩かけるけど、どうする？あっくんさ、あのさ、さつまいもが薄い。さつまいもが薄い、どういうこと？さつまいもが薄い。塩パッパする？うん、さつまいも。大丈夫かな？ここはないね。どうする？いい？今じゃん。やっぱり入れる。あんま濃くはないけど。うん。でも美味しいやん。塩だもん。塩ってしっかりね。塩舐めてみる。お茶。ママ、猫マリオさんめっちゃとさ、あのドラフトカービィさ、一回しかできなかった。一回の途中。結局喧嘩したの？してないの？してない。してないの？うん。猫ちっちゃい。ん？あっくん猫ちっちゃい。もう一つ、もう一つあったよ。でもちっちゃいのとちっちゃいのじゃん。え、でも当たった。大丈夫。僕なんで大きいのなの？ちっちゃいとちっちゃいで普通でしょ？あともう一個あった。ちょっと大きいの。どのぐらいちっちゃいらそのぐらい。
ちゃい。もう入りきれないんだもん、これでしか。この中で一番好きなのどれ？これ。二番目これ、三番目。うん。一番好きなのこれこれこれ。うん。二番目、三番目、四番目。うん。今日見直った。うん、見直った。あ？本当に見直ったよ。なんかさ、看板があってさ、そこにさ、何で書いてあってたさ、うん、芋を掘んならさ、取ってっていいでしょって。そんなこと書いてないわ。泥棒が取ってればね、そんなことやったら漢字だから読めんもん。ひだくけすけくんが読んだの。バンバン。うん、めっちゃこぼれてる。スプーンあるんだな。スプーンあるやん、ほんとに。めっちゃ寝てたもん。ちょっと食べちゃいいや、はじめ。Thank you.
きっと転ぶことだってあるさ。知ってるよ。知ってた。うん。トマトもなかったんやけど。知ってるよ。僕はあと納豆と人参と肉。みかんはないってこと？みかん。みかん、刺さったら最後合わせてないの？この前、山ちゃん合わせてたじゃん。じゃあ、あけんさ、これになりたい。あのさ、あの、たぬきかさ、たまちゃんが見てる。炎。食べてて分かった。自由帳もうなくなっちゃった。自由帳って何だっけ？何も書いてないやつ。だけど、自由帳って絵描くやつ。あ、その休み時間だったやつってこと？なくなっちゃった。うんうん。きっと。あ、でもさ、きっとさ、2番だからさ、2番まであってさ、きっと、これことだってあるさ、まじ。ありがとうございました。なんだ？うん。全部？うん。最初にこんだけ、さ、ねえ、こんぐらいだった。やばい。うん、あっちのベース？なんで？なんか納豆で眠らなくなって。ああ、ちょっと腕。納豆の入れ物はこっちちょうだい。ちょっと待って。これコトコトだって。みかん。あと肉と納豆だけ。いただきます。うん。ママ。みかんのここじゃみかん。
星の形してる。うん。まあ、ちゃん。まあ、ちゃん。あ、食べて。じゃあ、箱物買いといて。まあ、あと、あ、みかん一つしかないの？もう一個いる？食べれる？うん。え、お腹空いてたわ。あみちゃんがおるとき。今ご飯食べたけど。まだお腹いっぱい。ご飯まだおかわりある。ご飯？ご飯。いや。ご飯はさすがに多すぎね。みかん多すぎや。うん。ダメじゃ。おかわりするならご飯。ご飯ってさつまいも乗ってる？乗ってない。乗ってなくても食べる。乗ってないならやだ。だっておかわりはできません。みかんはありません。うん。って今ゲームなんかあった？いや、いき。はんちゃんがおるときやっただけ。まーちゃんは？いち。同じだ。見てて、ママ。あ、ノー。あ、みかんのおかわり。本当すんの？うん。僕もみかんのおかわりする。やっとう。正直。お、どこ？ダメだよ。これがダメなの？はしょっ、プシュドン、ユードン。僕はグーッドン。みかんの香りだ。ママもみかんの香りするんだ。あ、なんか緑。今食べられてない。ん？それぐらいなら大丈夫だよ。なんで？緑と黄色どっちが多い？黄色。3個も食べたいな。